ドリームチェイサーです。今回はココタマの遊びたっぷりココタマランドを紹介していきます。なんと箱がものすごく大きいので、一気に写し取れないので、早速内容を見て開けていきたいと思います。まあ、中身はここまで大きくないと思うのでね。セット内容はココタマランド本体とジュース缶のショップ、コンタクトケースのベンチ、そして卵カーが2つとなっています。中に入っているココタマランドは、牛乳パックのエレベーターや名札の看板、そしてのぞみちゃんのベルトで作ったスロープや空気入れのくるくる回転タワーなど、いろんなアイテムが合体して作られていますね。はい、牛乳パックのエレベーターは、卵カーや隠れ玉がエレベーターに入ってハンドルをくるくる回すと、エレベーターの上からビューンと滑り降りる仕掛けとなっています。空気入れのくるくる回転タワーは、回転タワーを引っ張り上げるとくるくる回りながら降りてくる可愛い仕掛けですね。電池は使いません。このまますぐに遊ぶことができます。では早速開けてみましょう。はい、では早速開けちゃいます。おお、思った以上に大きいかも。箱のギリギリまでこの牛乳パックのお屋根が飛び出してますね。おお、これは絵に収まるかな。よし、これを引っ張って説明書を避けます。中はこんな感じで入ってますね。はい、続いてこちらの白い箱には何が入ってるのかな。一番下に本体がこのようにピタッと収まってるようになっていますね。取り出しちゃいましょう。はい、箱の中から取り出したものがこちらになります。あとはこの白い箱ですね。白い箱にはスロープが入ってますね。はい、たくさんたくさん入っています。はい、これでおしまい。では袋から開けて中のセット内容を確認しながら組み立てていきたいと思います。はい、ではこちらの牛乳パックのエレベーターにどんどん取り付けていきます。まずはこちらのお菓子ケースの柱ですね。これはこのような向きで使います。これをちょうどこの下の部分に刺さるように乗せます。はい、続いて緑のスロープを用意しましょう。スロープ A をセットします。このくるっと回った感じですね。これをお菓子ケースの柱に乗せます。はい、形がこのように合うように見て乗せるだけで大丈夫です。よいしょ、はい、 OK。 では続いてスロープ A とエレベーター出口にスロープ B を取り付けます。はい、スロープ B はこんな感じです。 C みたいな感じのですね、をこんな感じでくっつけるようです。はい、ここにもお月様のような形があるので、この形、この部分もお月様になっているので合わせて乗せます。しっかりと奥まで入れてあげてください。はい、続いてお菓子ケースの柱と定規の柱にスロープ C をセットしますと書かれています。はい、これが定規の柱なので、この部分にピタッとセットしていきます。はい、カチャッとはまりましたね。はい、緑側は完成。はい、では続いてこちらの定規の柱からカップの柱の方にスロープを渡します。黄色いスロープ2つあるんですが、このベルトの模様がついていない方をくっつけます。はい、こちらがスロープ D になります。はい、カップの柱とエレベーターの入り口にスロープをセット。最後にこの残ったスロープを
くっつけます。はい、パチンとなるまで入れてあげたら完成です。はい、ではスロープは出来上がったので、続いて、はい、これを真ん中に置けばいいのかな。これは真ん中に置くだけかな。どこかにマークがあるというわけでもないので、真ん中に置くだけで大丈夫そうですね。レールをつなげる時のポイントが書いてありました。同じマークが隣同士になるようにレールをつなげていこうということで、子供はこっちの方がわかりやすいですね。参考にしてみてください。はい、ではラスト、ココタマランドの看板を柱にくっつけます。はい、ここですね。すごい、完成、かわいい。結構これ軽い力でもあるんですね。下を押さえてあげないと、あ、すごい、ギギッと上に上がるんですね。そしてくるくるくるっと降りてくる感じ。かなり動きがいいです。これは乗せた時にどんな感じで動くかも楽しみですね。まだ回ってる。はい、この他にこちらのコンタクトケースのベンチ、かわいい、本当に L と R も書いていてコンタクトケースっぽいですね。と、ジュースの缶のショップ、卵カーが2つセットになっているので確認してみてください。こちらには人形がついてないので人形は別途必要になりますね。はい、まずはでは卵カーだけやってみようかな。上に乗せてどんな走りか見てみよう。あ、いいスピード。ではちょっと今はゲラチョお散歩中なんですが、今いるメンバーで遊ばせてみたいと思います。まずはピン子にはお店を任せようかな。はい、ちゃんとこの内側に乗るところがあるので手前までぐっと来れて、お店屋さんですって感じができますね。はい、休憩中は誰にしようかな。はい、もぐもぐもぐたんとレンジでおしゃべりしててもらいましょう。はい、では滑り台はこちらの楽しそうな顔をしているサリーヌとおしゃき、こちらの2人に滑ってもらいたいと思います。卵のところにこのように穴があるのでお人形を乗せることができます。はい、かわいい。はい、じゃあおしゃきも乗せちゃいましょう。なんかハンドルみたいなのもついてますね。はい、このヤッホーという顔をしてますね。ではこちらの二人に楽しんできてもらいましょう。はい、では行きます。かわいいですね。さてさて、横ではミシルとパリーヌがこちらに乗っています。ではくるくる回転タワーもやってみましょう。すごい回る。ココタマが乗っていても安定して回りますね。ちょっとビクビクしてるパリーヌとフフフという感じのミシル、これは回転させたままでも、あ、登らせることもできるの。持ち手を離すと、くる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 。はい、では今度は誰が滑ってくるかな。ラスカマでした。続いて、はい、これはレンジでしたね。続いてはこちらはパリーヌ。続
いては誰かな。あ、キラです。次は誰かな。アリノでした。続いては誰かな。次に来るのはモグタン。あら、ゆっくり、ちょっとレールが外れちゃいましたね。モグタン重かったかな。はい、モグタンが乗っても可愛いですね。はい、ミシルは悪巧みしてそう。とっても楽しそうなサリーヌです。そしてこちらではおしゃきとビビットが仲良く乗ってますね。はい、とっても楽しいココタマランド。ぜひぜひ買ったらいろんな遊び方をしてみてください。ということで、今回は秘密のココタマ、遊びたっぷりココタマランドを紹介しました。次回はテレビで出てきたアイテムなども一緒に加えて、新しい仲間も増やして、みんなでココタマランドで遊んでみたいと思います。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。